はあのちょっと思ったわけですよ。カラオケ行った時に喉をこうあーってやってビブラート出すやつおるやん。いや、ちょっと待って、喉をこうビブラートが自分の実力じゃ出せないからって思ったんで、じゃあ電話でもいいや、電話みたいなの当てればあーってなるやん。そう、ただ俺たちが電話を買うとママたちがあーおかしくなっちゃうから勘違いしちゃうからね、実家住みだから。だから今回転がってみました。テジャーマッサージ買ってきました。なんかあのこういうとこをとかに貼ってこうブル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 ってマッサージするやつちょっとどういうやつか試してみたいと思います。皆さんビブラート出すの困ってるでしょ。これつければね全部解決する。これダサいからこれをつけといてこれでいけるから。見えるこれ、うん、ドン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 今これぐらいドク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 。あーやめてー、これ喉怖っ。余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばかり、ごめんね。あなたが眠ったあの日夏の間声も顔も色あせる。今一瞬来たよね。ああ、うん、都合がいいのはできずに声も顔も枯れない穴を与えてよ。おいたい。お、なんか今待って、匂くないかこれ。次何の曲でいく？まだ1 こんだけ頑張ってこの人も猫歌ってる。僕はまだ幸せ。最後の片方で一気に3つついた。はい、今回パッとつけたらビブラート7個でした。意味ないです。これビブルに決まったんですよ。え、あと7回、限界、7回、これやっても7回までしか使わない。めっちゃなんか悲しいんだけど、割に合ってない、あの頑張りの。今も痙攣症もちょっとここら辺なんか危なくて喋りづらい。ちょっと低周波マッサージ機でビブラートをつけられるのかって現状なんですけど、7回までしかつきません。自分でビブラート練習した方がいい。まだジーンとしてる。大丈夫かな。